こんにちは、ミルトンです。今日はエブリーに1枚8200円の 100W ソーラーパネルを設置してみました。完成品がこちら。今回は写真のようにルーフキャリアを取り付けてからソーラーパネルを設置しました。重さ的にはルーフキャリアが1本3キロ、ソーラーパネルが6キロ程度ですので、お一人でも比較的楽に作業ができます。材料が揃ってやり方が分かれば2時間程度で完了する作業です。実はこのソーラーパネル、車検の時には取り外す必要があるそうなのですが、今回は簡単かつ安全に脱着できる方法で設置しました。材料をご覧いただきます。ドキオソーラーパネル8270円、ソーラーチャージャー MC4 ケーブル各2000円、横山製作所ルーフキャリア9380円、トータルで2万1000円程度で取り付けることが可能です。高さ調整がこのようにできるようになっています。こちらのルーフキャリアは日本製で組み立てやすく、20分もあれば完成してしまいます。今回はこの支柱にソーラーパネルを仕込むので、ガタつきや騒音防止のために3センチのゴムロールを貼り付けることにしました。この作業は特にやらなくても良いのですが、値段も数百円程度、5分以内には作業終わりますので、やっておいて損はないかと思います。ゴムを仕込むだけで音にも差が出てきます。このキャリアでもう一点気になったのが、映像のように保護キャップが簡単に外れてしまうことです。取り付け時や走行中に外れてしまうのは嫌なので、こちらも両面テープで固定しました。こちらのゴムロールはパネルを乗せる際にもガタつきがなくなりましたので、取り付けて良かったです。支柱の隙間に貼るイオン防止テープが純正で入っていますので、こちらも貼っていきます。純正の取り付け金具にはゴムがついていませんので、ガタつきや錆防止の観点からもゴムロールを貼っていきます。ルーフキャリアを車体に取り付けます。こちらは耐荷重60キロで鉄製のキャリアですが、1本3キロと結構軽いので楽に設置できました。次にソーラーパネル、これは 6.5 キロですので、両手で慎重にやればそれほど苦労なく乗せることはできると思います。次にソーラーチャージャーを仕込んでいきます。こちらが緩んだ状態です。こちらが止まっている状態です。このプラスとマイナスの横にソーラーパネルをケーブル接続していきます。実は私、間違って配線しているのですが、本来はバッテリーを先につないだ後にソーラーパネルを接続するとのことでした。皆さんはお間違いないようご注意ください。バッテリー配線用のケーブルを切っていきます。このソーラーチャージャーは過充電保護や逆接続保護、ショート回路保護等いろんな機能がついているので、こういったことも決め手となってこの製品を購入しました。バッテリー側には丸型端子を仕込んでいきます。電光ペンチでかしめます。丸型端子を接続し終えたら、ショートの危険性を減らすために熱収縮チューブで絶縁部分を作っていきます。ではこのケーブルを、白がプラス、黒がマイナスですので、こちらのプラスの極にまず白をつないでいきます。バッテリーは基本的にはつなぐのはプラスからつなぐといいそうです。
このぐらいの薄曇りでの発電量をチェックします。14.2V、 気温20度で 1.3 アンペアの発電量です。バッテリーチャージャーの設置場所はここに置いてみることにしました。で、裏にこのようにマジックテープをつけて、いつでも脱着可能なようにしてあります。問題なく発電されることが分かりましたので、インバーターもつないで実際に電気が使えるようにしていきます。自作のポータブルバッテリーは市販品と比べてショートの危険性が高いので、金属部分が外に露出しないように保護キャップをかぶせます。今回はバッテリーを床下に収納してすっきり設置することにしました。これでうまくいけばバッテリー充電の手間がなくなる上に車内もすっきり片付くので、このソーラー充電にはかなり期待しています。自作のポータブルバッテリーを仕込み終わりました。床の上に出ているのはこのインバーターと、あとはここにあるソーラーチャージャーだけです。かなり車内がすっきり整頓されました。それぞれの器具の配線経路をご覧いただきます。まずソーラーパネル、こちらからケーブルを引っ張っていき、ここから下を通して絨毯の下を這わせてあります。また後部座席展開時にケーブル等を踏んで断線させないよう配線コードフックで固定してあります。後部座席足元側は全てのケーブルを絨毯下に隠しました。これでかなりすっきりした見栄えになりました。今回購入して使った材料のまとめです。ドキオ 12V 100W ソーラーパネル8277円、横山製作所ロッキールーフキャリア9380円、オールパワーズソーラーチャージャーコントローラー2099円、 MC4 型ソーラーケーブル5m 1980円、合計 21,736円でした。お値段的にはそこそこいきましたが、これで連泊の車中泊にも行けますし、ソーラーパネル等は数年使えますので、かなりお買い得だったと思います。何よりこれまで最もやりたかった床下へのバッテリーの常設ができたことが本当に嬉しかったです。今後は実際に連泊してみてバッテリーの持ち具合等も含めて検証します。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録・高評価ボタンぜひよろしくお願いします。